皆さんおはようございます。斉良平です。今日は12月4日日曜日です。ということで、はい、今日はですね、仙台から、お送りしてますけども、そうですね、もうね、とってもいい時間を過ごさせていただきました。はい、まあ今日は30名のぐらいの方たちの前でお話しさせていただいたんですけども、やっぱりね、僕の原点っていうのは、元学校の先生をやった人間からすると、やっぱ30名から40名ぐらいで自分の本当に伝えたいことを伝えるっていうこと自体が、ね、とっても重要なんだなっていうことを、本当にね、たくさんの人が来てくれる講演も本当にありがたいです。ありがたいんですけども、少数の中でやっていくからこそ伝えたいことを伝えられるし、忘れてしまわないっていう内容を伝えることができるっていうのが、本当にね、重要なんだなっていうことを改めて、知るためのきっかけになったっていうのが、今回の仙台で、改めてね、思ったことだなと思いましたっていうことなんですが、今日はですね、お話することは何かっていうと、運のエネルギー充電っていうタイミングで、どんなことをすると一番いいのかっていうことのお話をさせていただこうと思うんですが、今回僕ですね、今回僕じゃなくて、そうですね、大地のエネルギー、これこそが僕たちが普段歩いてる時に、大地から吸収してくる、していくエネルギーっていうもの自体が、僕たちの運気っていうものに対してつながっていくっていうことなんですが、まあ、以前からね、ずっと伝えてますけども、気っていうものが存在する、気ですね。気って運気っていうものもそうですし、目で見えないものに対して僕たちはすごく影響を受けてる。その中で言っていくと、気って言ったら気温、気圧っていうもの自体も僕たちの体調とか体に対してもすごく影響していくものなんですが、その大地のエネルギーとかっていうもの自体が最も放出されるタイミング、外に向かってバーッと出るタイミングっていうのは春なんですよ。でも春なんですけども、まあ、新しい芽を出すっていうことに対してすっごく重要なタイミングなので、一番エネルギーを放出するタイミングなんですよね。ただし、その放出してるエネルギー自体は一体いつ充電されてるのかっていうと、冬なんですよ。冬なので、一応暦上では11月から冬で、12月が最も、冬の中でも寒くて、まあ、冬っていうエネルギーがこもってる。で、2月が来て、そして1月が来て、2月4日以降からは春に移っていくっていうタイミングなんですが、まあ、今日お話ししたいことは何かというと、その大地の最も熟してるエネルギーが溜まってるのは冬なんです。冬。その冬に溜まってるエネルギーっていうもの自体を僕たちが、もらえるタイミングっていうのは、この冬のタイミングでどこに行くといいのかっていうことなんですけども、まあ、今回仙台に行って、その上で僕は、ちょっとね、仙台の中心地からちょっと離れた、結構離れた山のホテルに今日はね、泊まらせていただいてるんですが、なぜこの、ね、仙台のっていう中心地にいっぱいホテルある中でも、それでも、車でね、30分、40分走っててもこの場所かっていうと、温泉があるんですよね。温泉って言っていく中で、つまり大地に溜められてるエネルギーっていうもの自体は、唯一温泉を通して僕たちの体の中に吸収できるものなんですよ。なので、もしかしたらそういう配慮があってこんなね、素敵な場所に連れてきてもらったのかもしれないんですけども、つまり何かというとですね、温泉に浸かってきましたなんですけども、もうね、最高でした。もう今までで考えうる最高の温泉だったなと思って、まあ仙台寒い、その上で血の気もいっぱい大地の中に蓄積されてる中で、今こそです。今こそこの大地のエネルギーを自分の体に吸収するために最も必要なことは、温泉に浸かるってことなんですよね。はい、なので
っていうことは僕も本に書かせていただいたんですけども、改めて今回山の奥にある、ホテルで、そして温泉に浸かった時に、なんかね、まあ実際ね、あのすっごいハードスケジュールをずっと繰り返していく中で、まあ昨日もね、本当にたくさんの人からあのお疲れなんですかって、あのしっかり休んでくださいねって、ゆっくりお風呂に浸かってくださいねって言われて、ああそうだよな、疲れが出てるのがこう人には伝わってしまうんだろうなっていう中で、とはいえ、いっぱい寝ればいい、いっぱい休んだらいいっていうわけじゃなくて、どうしたもんかなーってちょっと思ってたんですけども、よう考えたら温泉浸かるのが一番なんだよなって思った、その次の日、今日ですね、そのタイミングで大変素敵な温泉をねに連れてきていただいて、その上で温泉使ったんですが、もうね、大地のエネルギーが満ち溢れてました。もうね、この本当に疲れが吹っ飛ぶっていうのもそうですし、自分は結局あの力を使ってしまってて充電ができてなかったんだなって思った時に、もうね、最高の充電ができましたね。なのでね、これね、もうぜひとも12月1月っていうタイミングでこそ、皆さんね、あのできることならば山のね奥に行くとさらにエネルギーが溜まっている場所があるので、その場所を見つけたら温泉に使っていただけると、今から先、そして来年っていうタイミングで使っていきたいと思ってる仕事も金運も恋愛運も結婚運も家庭運も人間関係も全部吸収できるエネルギーの元がこの大地の中に埋まってますので、ぜひとも温泉に使っていただいたら最高ですよっていうことを、今日お話しさせていただこうと思って、そんな感じです。はい、ということで、いい充電ができました。本当にありがとうございます。本当にね、最高だったなと思って、その上で、皆さんにもね、ぜひね、いい湯に使ってください。そうするとね、疲れてたなって思ってるものも治るし、その上で欲しいなと思ってる運勢、運気自体も充電することができるっていうことをぜひとも覚えておいてくださいっていうことです。はい、今日はそんな感じですね。はい、もう本当にね、最高の時間でした。ということで、今日も皆さんにこのね、充電したこのパワーの状態で、皆さんにエネルギーを送りたいと思ってます。では行きます。いつも通りガッツポーズで行きます。ということで行きますよ。せーの、おっしゃー、ということで今日も元気よくいってらっしゃい。本当に皆さんありがとうございます。